スノーマン、目黒蓮、橋田賞新人賞、受賞に喜び、僕自身も心を動かされました。サイレント、舞い上がれ、の演技評価、第31回橋田賞。2021年4月4日に死去した脚本家、故、橋田壽賀子さん、享年95、が創設した、第31回橋田賞の受賞式が10日、都内で行われ、サイレント、フジテレビ、連続テレビ小説、舞い上がれ、NHK、での演技が評価され、橋田賞新人賞を受賞したスノーマンの目黒蓮が受賞式に出席した。橋田賞とは、橋田賞は、日本人の心や人と人との触れ合いを温かく取り上げてきた番組と人に対して顕彰助成するもの。橋田文化財団では、各テレビ局、モニター、橋田文化財団選考委員の推薦作品及び人を対象に検討を加え、受賞対象の絞り込みを行い、3月30日に開催された橋田文化財団理事会に報告し承認された。目黒は、初めて出演させていただいた朝ドラ、舞い上がれ、では、たくさんの初めてを経験させていただきました。